ガラシャは魔界少女剣と阿部の生命を呼び出し、互いの人型を戦わせ、負けた陣営の魂を消す勝負を提案する。ガラシャはまず己の魂をかけるといい、生命は朝木の魂をかけ勝負を挑む。生命はオホーリアスフサ、ガラシャは風魔小太郎を召喚し戦いが始まる。この戦いは小太郎が勝利し、ガラシャは敗れたヤスフサに浅木の魂を奪わせる。ユーガオは浅木を守れなかった無念からガラシャに戦いを挑む。ガラシャはまたしても自らの魂をかけ、加藤団蔵、霊勢高豊を召喚。ユーガオは越智康成と前田慶次を召喚し戦いが始まる。激戦の末、勝利したのは霊勢高豊であった。ガラシャはユーガオの魂を奪おうとするが、そこに巴御前が現れユーガオの魂を奪った。圧倒的な強さを見せるガラシャに、魔界少女剣平良が挑む。ガラシャは三度、己の魂をかける。平がこれに応じようとしたが、神楽坂トマキがこれまでの因縁から平に代わり勝負を挑むこととなった。ガラシャは久喜義高と巴御前、朝比奈義秀を召喚。魔界少女剣は猛牛馬、そこに生命が加勢する形で鶴姫と村上武義を召喚し、3対3の戦いとなる。途中猛牛馬が封印を解かれ戦線を離脱すると、ガラシャは加藤団蔵、霊勢高豊を投入。さらには康成が前後不覚となった猛牛馬に襲われ離脱。武義も倒れ、鶴姫は孤軍奮闘するが、最後は久喜に倒される。平は神楽坂を救おうとするが、生命に倒され、神楽坂が自決し消滅するのであった。